で今度は指をやっていくんですけど、こう挟んでグッ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 と牽引しながらね、でこう今度横で小指のところ、小指じゃない、こう爪のところ、爪のこのね根元のところで際でねちょっとキュッと締めてあげると。なぜかというとここつぼがあるんですよ、全部ね、手のひら、手のこの側面というか先の方ってね、手ってね結構気持ちいいんですよ、指ってちゃんとやってあげると。でそんなに時間取られるところじゃないのでしっかりやってほしいですね。あと手っていうのはやっぱすごく敏感なところで、ね、神経も細かいですし、そういうところをねやってあげるとなんかあちゃんとやってもらった感が残るんですよね。ぐーっと、まあ、手はこうハンドセラピーみたいな感じで手を握るだけのねセラピーがあるぐらいなんで、やっぱこう手もね、こうしっかりとやって、いやここもね結構効きます。ここでぐーっとつまんじゃいます。もうつまんでこう引っ張り出すみたいな、ぐーっと真ん中ぐらいですね、だいたい真ん中ぐらい。あとこの手の甲、手の甲のこの隙間ですね、ここをぐーっとやって最後こう効かせる、ぐー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 っとぐー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 っと。あとこの合谷ですね、合谷も3箇所ぐらいやるといいと思います。一番奥つけるところと、この骨のね一番奥つけるところと、そこからこう前にこう引っ張り出してくる感じ、ぐーっとね、ぎゅっぎゅっぎゅっ、痛いでしょ。お、やっとなんか痛かった。いい表情になってました。いい表情ですね。なんか横向きで表情が見れるっていうのもいいんですよ。もうその程度ね、こうやってピクピクってなるぐらいじゃないですか、多分。あれ大丈夫かなみたいな。ぐーっとこうやってあげると。あと僕をちょっとね、ちょっとこう進展してあげて、こうギューッとやって。